イングランド出身のロックバンド。1970年代に世界的成功を収めたエレクトリック・ライト・オーケストラの母体となったグループ。2000年代、32年ぶりに9メンバーにより再興され、2014年まで活動した。ロイ・ウッドが生み出すポップセンスあふれる優れたロックンロールの楽曲群とザ・フーの影響を受けたワイルドなステージングは、 後の多くのバンドに影響を与え、1960年代後期において重要なグループの一つとされている。1965年末、ロイウッド、カール・ウェイン、トレバー・バートン、エース・ケフォード、ベブ・ベバンにより結成。結成初期のステージは、ロックンロール、モータウン、ザ・バーズなどの同世代のアメリカのバンドのカバー曲が中心であったが、レコードではデビュー時から、 ロイウッドによるオリジナル曲が数多く取り上げられ、彼のポップなソングライティングや奇抜なアレンジメントがバンドの特色となっていく。最後期のザムーブは初期のビートバンド全としたサウンドの面影はほとんどなくポップでありながら重厚かつ前衛的な作風を展開し、エレクトリックライトオーケストラへと移行する重要な足がかりとなった。ザムーブ最後の作品である メッセージフロムザカントリー発表時のメンバーは、ロイウッド、ジェフリン、ベブベ版の3名であり、そのまま初期エロの中心メンバーである。エロ発足当初は同じメンバーで2つの名前を使い分け、ライブはザムーブ、レコードはエロとするなど、様々な試行錯誤が行われたが、最終的にバンド名はエレクトリックライトオーケストラに統一された。 ザムーブとしての活動期間は5年ほどと短かったが、その間に多くのヒットを生み出した。1969年のシングル、ブラックベリーウェイは前衛チャート第1位を獲得した。バンドとしては12枚のシングルを発売したが、そのうち7作品が前衛トップ10にランクインした。ファーストアルバムではサイケが勝ったビートポップだが、 セカンドアルバムあたりから演奏にハードロック、プログレッシブロック的要素が加わっていった。ジェフリン加入後には、後期ビートルズ的要素も加わった。そして、これが、初期エレクトリック、ライトオーケストラの音楽性へとつながっていった。1970年代まで、ファーストアルバム、ザムーブ、ライブ EP、サムシングエルス、ライブアルバム、BBC セッションズ録音、ライブアルバム、 BBC セッションズ録音。セカンドアルバム、シャザム録音。サードアルバム、ルッキングオン録音。フォースアルバム、メッセージ、フロムザカントリー録音。ザムーブ、ザムーブ、ワーナーミュージックジャパン45キャット、ザムーブ、アイキャンヒアザグラスグロー、ウェーブザフラッグストップザトレーンでラムジャパン、D-1010、ザムーブのファーストセカンドアルバムが、豪華版で、リシュー。 タワーレコーズ、2017年1月22日閲覧。同じ音楽フェスティバルにエロ名義とザムーブ名義の両方でエントリーし、違う日に出演したことがある。ありがとうございます。